2020年11月25日のですね、時間がですね、9時45分頃ですね、渋滞してますね。国道10号線ですね、姶良から鹿児島市の方にですね走ってるんですけども、大体ですね、30キロぐらいの速度で走ってる感じですね。三船っていうところぐらいからね、詰まり出しましたね。で、9時45分ですから、通勤のね、込みっていうわけでもなさそうですよね。もしかすると、まあ、通勤時間帯、まあ、多分ね、8時始まりの会社が多いかと思うんですよね。そうするとですね、もう朝早くからですね、渋滞はちょっとあるのかもしれないですね。この国道10号はですね、こちらがですね、鹿児島のね、桜島ですね、桜島近郊湾沿いの道になります。国道10号ですね。で、この先ですね、鹿児島市が、見えてきましたけれども、数キロありますよね。何キロぐらいあるのかな、3キロぐらいはあるかもわからないですね。あとね、渋滞にね、なってるので、ちょっとね、記録としてね、回してみました。まあ、このままね、まあ、一車線の道が続くみたいですので、このね、海際の道はですね、なので、まあ、鹿児島市に入るまでですね、こういう混みがね続くのかなって思います。それではですね、姶良からね、鹿児島市に入る、ね、国道10号線渋滞のね、国道15線でした。